はい、こんにちは、ずいふさんです。今日は矢部美穂さんの運勢を見てい、きたいと思います。矢部美穂さんね、最近、馬主としてね、儲かったという話をね、しておりました。普段は、池尻大橋矢部家、というバーをね、経営しております。ということでね、このコロナ禍で、バーの方もね、大変で、まあ、大変だったけど、馬主の方でね、まさか助けてもらうとはという話でした。ということで、どんな運勢してるのかなと、いうことでね、見て、行きたいと思います。パッと見た瞬間、いい仕事をしてるねってね、お宝、探偵団ね、そこでいつもね、いい仕事をしてるねってね、やってますよね。お宝探偵団ね、そのお宝を見抜くためにはその歴史ね、教養ね、さまざまな面でね、勉強しなきゃいけない、高い教養がなければいけないね、ということ。ですのでね、それがね、何としても欲しいと、ね、教養が欲しいと思うような人ってやっぱ多いんですね。太陽は双子の16度にあり、木星と合、海王星とオポジション、冥王星とトライ、双子の真ん中ね、双子の真ん中悩むんです、ね、何を悩むか、ね、週刊誌の記者、ね、誰かの熱愛、ね、何かのスクープ、ね、そういうのを狙ってね、さまよう週刊誌の記者、だけどもね、そういうことをやってるうちに自分これでいいのかなと、ね、パパラッチやってていいのかな、ね、まずいんじゃないのかな、同じメディアでもね、キャスターと俺たちちょっとね、ちょっとなんか格差があるんじゃないかみたいなね、社会的な評価が違うんじゃないか、ね、で悩み始めます。その週刊誌の記者がね、まあある時よし勉強するぞということでね、教養を身につける、じゃあ通信でね大学行こうとか、勉強を始めようとか、始めるというようなことですよね。ですからもうこの双子の真ん中で見慣られる、まあ、悩む現象っていうのは教養がないと、ね、学がない、ね、大学出てない、ね、高校行ってない、ね、いろいろあります。ですからそれを身につけようと、反対側にいて座があるわけです。いて座ってやっぱり教養のね、美のパトロンと言われる射手座ですから、歴史とか全部知らないとね、美というものは理解できない、ね、で射手座に多いのはね、馬主なんです。実は、ね、馬主もね、教養ないとねできない、ね、北島サブちゃん、ね、勉強してると思います、ね、学術的な勉強というよりね、やっぱり教養ですよね。教養という部分で必要になってきて、そういったものをね、北島三郎さんはたくさん身につけている方なので、みんなから尊敬されているということだと思うんですよね。そのサブちゃんも馬主としてね、成功しておりますね。G1 取ってますよね、北さんなんとかで、ね、北さんブラックみたいな、そんなのでね、名前は北さんなんとかでね、活躍してると思いますね。ですからまあ矢部さんもね、そう思ったんでしょうね。まあお父さんそのジョッキーだったと、ね、地方競馬の騎手をやっていたと、最初のお父さんということですよね。ですからその影響もあって、まあ、厩舎で育っているということだ
だから大間さんのことはよく知ってる。まあでもね、ただその育てりゃいいってもんじゃないと、いうことをねよく分かってると思うんですよね。まあ、そこからやっぱり教養を身につけていくと、いうことだと思います。ですので馬主というね、摩擦の火と言われる射手座ですから、何かあった時燃え上がるね、そういうね射手座、その良さをね身につけた双子は無敵になります。教養のある双子座みたいなね、するのがやっぱりねベストと、いうことになるわけですね。そのテーマに向かってね、今馬主オーナーということでやっておられるということだと思いますしね、バーをやるにもね、そういう教養が必要である。ですから銀座のホステスさんが一生懸命日経新聞を読んでいる、それと一緒ですよね。そして木星が広がり見せますからね、一生懸命勉強してね、たとえ学歴はなくてもね、一生懸命教養を勉強すればね、大丈夫なんです。田中角栄さんね、小学校しか出てませんけどみたいな。まあでもいろんなこと知ってますよね。それと一緒で、学校を通わなくても勉強すれば、独学でね勉強すればいいんですよと、いうようなこと、それを見せてくれてるような気がします。そして海王星オポジションですから、木星と海王星もう来てるっていうことはね、もうこれはもうかなりの広がりを持つということだし、海王星という誰にもね、見えないチャンス、誰もが見過ごすチャンスをパッとつかむ、その能力ですから、今回馬主っていうね、お馬さん、ですから登録抹消された馬をオークションで、見てね落札して、この馬いいってね、もう目利きが効くはずですからね、そういったことで、まあ10頭ぐらい多い時はいたらしいんですけど、今5頭だって言ってましたね。この海王星かということで思いました。そして冥王星、絶対諦めない、ね、絶対諦めないで、頑張ってればチャンスはね必ず成就するというね、冥王星がありますから、何かのきっかけでね大成功するとこういう運勢をしてますんで、力強い運勢してますよね。だからこうして、頑張っておられるのも、まあ本当にね、よくわかる、そういう気がします。そしてね、まあ、月ですけど水亀の27度、まあ12時で出して27度です。水星とスクエア、ね、金星火星号とスクエアとこういうことです。まあ月は前後6度ずれますんでね、まあ分かりませんけども、まあ月水星だとしたらね、やっぱり中学時代壮絶ないじめにあった、ね、そして、お母さん離婚して、2番目のお父さんが来て、暴力を振るわれた、ね、そういったこと、それはやっぱり月水星ということでね、やっぱり情報を集めとかないと危険にさらされるというような状態ですから、まあ非常にね神経質になってしまったと、そういう環境で育って神経質になってしまった、ね、ということです。ですからもう気を張っていないとね、いつ何が起こるかわからない、ですからまあその分ね、目利きが効くと、まあ効きすぎるとね、だからまあ神経、なんでそんなあのこと気にしてんのっていうねことにさえも気にしてしまうっていうね、性質で、時々見ててね疲れないのかなみたいなね、ことでやっぱ思います。ですからまあ、 あの神経質になりすぎるので、まあ病気にもなってしまうということでね、まあ、子宮筋腫というね、ことで手術されたという、あちょっとストレス溜まったのかなと、いうことですね。それが分かります。ですからね、まあ月水星で、それでまあ学校拒否っていう本をね書いて、
そこでのその壮絶ないじめのことを書いて、おられるそうですけどもね。神経質すぎてね、神経質すぎて気を使いすぎて逆にいじめられちゃうみたいなね、そういうパターンもやっぱあるわけですよね。ですのでね、あと学校でよくあるのはね、チクったみたいな、チクったチクられたみたいなね、まあそういう世界ってやっぱ月彗星だったりとか、先生に言いつけちゃって、それで、睨まれちゃうとかね、そういうね話とかね、よく、まあ、月彗星の世界でよくあるわけです。秘密をばらすとかね、まあそういったことでね、激烈な中学時代ね、幼少時代ね、それがまあやっぱり、物語っていると、月彗星、彗星ね、まあ、中学時代までということになります。ところがね、金星が伸び伸びとしてます。金星、火星、午、月、セクスタイル。これはもうね、グラビアとして、グランプリ取って、活躍し始めた、皆さんご存知の通り、そこにね、キロンがあるんですよ。キロン乗ってますから、もうね、中学までのことと、まあ、高校デビューみたいなね、年齢で言うと16歳の年齢期、ね、16歳からはもうね、バラ色の人生みたいなね、ところがあります。ですから、まあ、グラビアでね、活躍して、そして芸能界で活躍してっていうのがね、もうこの金星見ればね、もう一目瞭然。で、火星も豪してますんでね、これグラビアということでね、セクシー女優ということにもなります。キロンですから、まあ大人気。だからまあ、運勢で最もいい、それはもうね、女優として、ね、グラビアとしてっていうね、そういうことだと思います。だから他の妹さんたちもグラビアとかやってますけどね、その中でも一番売れてるのはやっぱり矢部美穂さんだと思います。ですからね、そういったことでいい運勢してんだなと。だからグラビアでまず売って出るっていうね、芸能界に入るっていうのはまあいいことだったということは思います。そしてね、まあ彗星なんですけどね、牡牛、24度にあり、これはリリスと呉なんですよね。リリスと呉ですから、まあもうこれ有意義にもう芸能界使ったということですよね。熱湯コマーシャル3姉妹、熱湯三姉妹、熱湯三姉妹で活躍してたのはね、もうこれでリリスが乗ってるので分かります。もう仕事にしますっていうね、ことなんでね。そして、熱湯三姉妹が終わったら、矢部家、バー矢部家、ね、池尻大橋でね、バーを経営してるということで、まあ、下ネタトークも OK だよと。ね、だから、私全然下ネタダメなんですっていう人よりもね、多少下ネタ言う人の方がね、よろしいと、面白いということでね、バー、ね、多少の下ネタ言っても大丈夫ですよと。これ会社で言ったらね、今セクハラですからね、まあバーに行って多少お酒入って、いうのがまあ気分転換になるでしょうと、いうことでね、水星リリス降。そしてまあ、金星も牡牛の0度、牡牛の0度、火星も0度ですよね。だからもう本当に自分の、何かを使って、ね、もう出てくると、ね、もうあれよあれよのうちに出てくるっていうね、そういうことですね。だから矢部美穂さんの場合はね、非常に可愛く生まれた。で、そこでもうガン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 こう押されるようにして、ね、いくと。牡牛のやっぱさ、初めってね、もうどん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 何かの力に押されて、もうそれに抗うことはできない。そういう運勢ですから、もうそのね、波に乗っちゃった方がいいんですということでね、まず芸能、女優として、グラビアアイドルとして、ね、そしてもう波に乗っちゃって、それを活用して、
行くというようなね、ことだと思います。それでまあガッとこうね上がってきたということですんでね、ここはもう強烈な欧州の初めってね、やっぱり強烈なイメージありますんでね、もう任せちゃった方がいいと。だから流れにこう、流れって言ってもね、もうね、なんていうんですか、もう大雨が降った後のね、そう、洪水みたいなもんですから、洪水みたいなもんですから、その洪水にもうね、抗うことはできないってね。だから、たとえ、ね、恵庭、北海道の恵庭でおとなしくしてても、ね、どっかからスカウトが来て、うちの事務所入りませんかって、絶対そうなるはずなんです。ですから最初ももこっていうね雑誌でそれがきっかけだったって言いますけどね、そこから次々と仕事が入ってくるって、それがねやっぱりわかります。ですからね、強烈なところだなっていうね、ヒットラー度数と言われるところですから、第一次世界大戦で、もうね敗戦国ドイツ、そこでねその運命抗うことできなくあれよあれよのうち政権とってね、第一党になってね、第三帝国、まあね、いい悪いかは別にしてですけどね、あのぐらいのものを持ってるっていうことですよね。ですからまあここに太陽があったヒットラーさん、時代のね、その荒波ね、洪水みたいのに流されてね、もう押されるようにね、大した能力があったわけじゃなくて、売れない画家だったんだけど。あれよあれよのうちにね、相当になってしまったと、いうことですよね。矢部美穂さんの場合、グラビアとしてっていう、グラビア界のヒットラーみたいなね、ことなんです。要するにね。まあ、そういったことでね、まあ、月水星の分野と、の中学生までの分野と、ね、金星16歳からの分野ではね、もう全く運勢が違う。まあ、ずいふうさん、これを高校デビューって言ってますけどね。中学だった時、中学の時地味だった子が、高校来て急にね、モテ始めるっていうね、そういう現象があります。それはもう水星と金星の大きなギャップ、ね。それでね、それは生まれるわけです。で、中学の時同級生だったね、他校のね、同級生がね、みたいな、驚いて、ね、本当にみたいなね。もうこう今うちの学校で一番人気なのよ、みたいな、あの地味な子はみたいな、そういう話ってね、まあこういう運勢を、ね、指してるわけです。ですんでね、まあ育ったのかと、ね、いうことで、ずいふうさんもね、納得しております。まあいずれにせよね、テーマが教養という部分なんでね、やっぱり、教養を身につけて、何かをやる、そしてやっぱり完璧になる、そのツールとしてのお馬さんね、お馬さんたちごと世話してるんですかね、時々北海道行ってね、親戚とか知り合いに任せての厩舎のね、いるのかもしれませんけどね、時々その馬の状態をね、ちょっと聞きながらね、やってると思います。そんなことでね、まあ楽しそうな楽しそうだなっていう、ね、ことで、G1 にもねぜひねG1 ね、中央競馬のね、できれば有馬記念有馬記念とか出てこないですかね、有馬記念とか出てくればね、まあ、情報多いからも買います、ね、出てきたら買います、ね、毎年買ってるんですけど、ずいぶんさん当たりませんけど、ね、なかなかね当たりませんけど、まあでもね、年に最後だということでね、ちょっと買ってみようということで、場外馬券場にね、買いに行ったりしますけどね、こればかりは占いでやるとね、ダメなんです、ね、だから当たらない方がいいと、ね、そういうことはするんじゃないと神様からね言われてるような気がします。あ、まあもちろんね、ギャンブル占ってくれと断ってますよ、ね、占ってはいけないもの、それはギャンブル、ね、受験とギャンブルって言われてますんで受験
頑張ってください。 占いどうのこうのじゃありませんから、勉強する、それだけ。みたいな、ということです。ということでね、まあこれからやっぱりちょっと注目していきたいというふうに思います。頑張ってもらいたいと思います。はい、それではチャンネル登録&高評価よろしくお願いいたします。それではまた、さよなら。